住紳一郎の日曜天国。おはようございます。10月9日日曜日朝10時になりました。安住紳一郎です。おはようございます。中澤由美子です。皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。天気のいい日曜の朝を迎えていますが、関東地方今日この後夕方から雨、遅くても夜には雨が降るという予報になっています。東京の降水確率午後 50%、 夜は 90% です。青空広がってるんですけどね、この後雨の予報になっています。予想最高気温、東京、熊谷、宇都宮、水戸で23度、横浜、千葉で24度、前橋で21度です。そして3連休ですが、明日10日スポーツの日、3連休ですが、関東地方明日月曜の祝日、各地で午前中雨が残りますが、午後から次第に回復、晴れて暑くなりそうです。明日は東京最高気温28度の予想です。明日スポーツの日ですが、午前中は雨ということですね。今週1週間ですが、明日午後天気が回復してからは雨の予報はありません。そして火曜日は気温が30度近くまで上がります。今週は明日の午後晴れてからは雨の心配なしということで、週間天気予報も火曜日から土曜日まで傘マークなしということですね。3連休ちょっとね、天気恵まれなかったんですが、今日この後雨ですか。そうですね、明日はスポーツの日ということでイベントなどもいろいろあると思いますが、雨がね、早めに天気回復するといいですけれど。そうですね、明日が月曜日、10月10日スポーツの日ということですね。移動祝日なので、なるべく3連休を作ろうということで、日本の祝日の中で移動祝日と呼ばれるものがありますよね。成人の日、海の日、敬老の日、スポーツの日、この4つがハッピーマンデー制度、だいたい第2月曜に制定されるということで、スポーツの日が第2月曜になったら2000年からということで、もう22年経ってるんですね。なので若い人はね、10月10日、私たちの頃は10月10日スポーツの日、体育の日は固定だったというね、話がそろそろ通じなくなってきているということで、気をつけたいですよね。そして今年は本当に運よくまた10月10日ということでね、もう完全にこの話をすると若い人は、あ、ボケてしまったのかなっていう、いや私たちの若い頃は10月10日体育の日だったからなんて言って、いや今年も10月10日ですよみたいなことになりますからね。特に今年2022年は注意しなくちゃいけないということですね。思い出話もタイミングが必要ということですね。今年はこの話なしでお願いしたいと思います。いや、そういうことありますから ね、ハッピーマンデー、第2月曜に10月10日が来ちゃったりね。人間の固定観念というか、小さい時の教育っていうのは恐ろしいものだと思いますよね。本当に私たちなんか成人の日なんかは未だに1月15日以外は認められませんよね。何で言われても、なんだかなっていう話ですよね。いや、だからもう20年経っちゃってるから、今のね、だからそうですね、物心ついたのが7歳6歳ぐらいだとすると、もうね、何ですか、25、6歳、まあ、30歳以下ぐらいはもう10月10日体育の日って何ですかみたいな話ですよね。あらららっていうことになりますから、注意しなくちゃいけませんね。敬老の日は9月15日のイメージありますよね。ありませんか。そうかな。海の日は7月20日だったんですけどね、この辺はあの制定されてから私は日が浅いんで特に何の干渉もありませんが。そうなの。いやだから結局自己中心的なのよ。いやでも違う、本当に海の日に対して思い入れないよ。海の日に関しては日付に思い入れないでしょ。ないですね。山の日もそうだわ。結論としてやっぱり移動祝日にしていいのは海の日だけじゃない。これは何、また海の日を大事にしよう委員会からクレームが来ちゃうかしら。そうかもしれません。だから何回も言うように、同世代のパーソナリティは大事にした方がいいと思うわ。もう最近は逆に脅すスタイルになってるっていう。そうですよね。体育の日、スポーツの日という言い方もね、なんとなく私たちの世代は
体育の日って言われた方がしっくりくるんですけども。そうですね、スポーツの日と名前が変わったのは2020年からということで、これはまだ日が浅いですよね。なので若い皆さんも体育の日と言われた方がしっくりきますねっていう話には賛同いただけるかと思いますけれども。ただ体育の日の前は実はスポーツの日だったという、1960年くらいは実は 2,3 年スポーツの日で、そこから体育の日に変わって、でまた2020年からスポーツの日に変わったらしいんですよね。なんかいろいろありますね。スポーツの日って言ってた時期、一番最初は1961年、知らなかったですね。なのでなんかちょっとこのトーンも少しね落ちますよね、なんかね、あ、じゃあその意見引っ込めますみたいな感じになりますよね。体育の日、スポーツの日、体育の日って言われた方がしっくりくるんですけど、あ、でも当初はスポーツの日っていう風に呼んでたんですよなんて、あ、はいなんて、ね、失礼しましたみたいな、なんてことですよね。さらにはまだ続くのかって感じですけども、もうね、喉元過ぎれば暑さ忘れるって感じですけど、去年と一昨年のこともう皆さん忘れてると思いますけれども、東京オリンピックね、2回目の東京オリンピックが開かれるときは開会式に合わせてスポーツの日を前倒しにするということで、2020年に当初東京オリンピック開かれる予定だったので、はい、結局その年に開かれなかったんですけども、10月の第2月曜じゃなくて開会式の7月23、24に持ってきましたもんね。そうでしたよね。で結局オリンピック開かれず2021年に延期されて、延期された年もスポーツの日を前倒ししたので2年連続前倒ししてるんで、10月に戻ってきたのは3年ぶりっていうことですか。久しぶりっていうことなんですね。そういえばそうですね、なんて話をしてたら1日祝日終わっちゃうって感じですけどでもちょっとなんか体育の日、スポーツの日、引きこもごもありますね。なんとなくね、去年とか一昨年の出来事ですけども忘れかけているっていう感じあるかもしれませんね。3連休ということですね。お出かけの方も多いと思いますが、お出かけ先で交通事故など気をつけていただきたいと思います。中澤さんは夏休みと放送の休止が重なりましたので久しぶりということになりますね。そうですね、2週間ぶりに参りました。またよろしくお願いいたします。お願いします。何かお休みはご旅行でも。そうですね、1週目はあの観葉植物の植え替えや、あ、本棚が溢れているのでいらないものを間引くなどの作業に費やしました、はい、2週目は日光に行ってまいりました。日光、はい、栃木県の日光市ですか。日光市ですね。あ、はい、素晴らしいですね。中禅寺湖のてっぺんのあたりは、先週の時点でももう結構色がつき始めておりました。はい、はい、スワンボートの眺めを楽しみながら、くすばさんのスワンボートレースのリポートを聞くというとてもタイムリーな感じで、楽しい一リスナーとしてエンジョイいたしまして、その後東照宮に行って、はい、久しぶりに改修が終わった陽明門などを、改修終わりましたか。はい、ゴージャスに黒と金で彩られて、これは世界に誇れるなという気持ちになって、ふんふんって言いながら帰ってきましたね。極彩色、フルカラー、フルカラー、あんな山奥にこれが突然あったら、はい、それはもうきっとみんな喜ぶだろうと思います。そうですよね江戸時代なんてカラー印刷ないですからねもう墨絵とか、それこそあれですよね、あって浮世絵ぐらいなものですもんね。そうですよね、それが立体的になって、立体的になって、いわば色をカラフルに、そう、したものを見た瞬間にびっくりしたでしょうね、はい、きっとね、もうね、思いますね、目からの刺激がね、うわーっと思いましたでしょうね。中禅寺湖行かれましたか。はい、そうですか、いいところですよね。いいところですね、本当に。安住さんがいつか別荘をここにっておっしゃってたのを思い出しまして、本当に確かにそうだなと思いました。あ、違います、正しくはいつかここに知人が別荘を建てて、そこにいくらかお支払いして短期間お借りしたいっていう夢ですそうでした、そうでした、所有しちゃうと大変なんで、そうですね、別荘はね、本当ね、本当に余裕のある人じゃないとダメですよね。そうです、もし買えるとしてもね、メンテナンスとか時間がかかっちゃうから、そうそう
お掃除とか手入れが大変ですから、そうそうそう、人生の 40% ぐらいが別荘の手入れに費やされることがあるから、それはもう完全にお借りした方がいいっていう感じですね。そうそうそう、そうそう、本当にそうだと思って、そうです、参りました。正しくは中禅寺湖に気楽に借りれる知人かっこ別荘を持っている人を持つっていうのが私の夢ですよね。いいですね。涼しいんですよあそこね。東京、埼玉、群馬が40度近く気温がいててもね、本当に30度前後とかね、25度台後半だったりしますしね、普通に中禅寺湖畔のお住まいの皆さん方、家にエアコンなくてごくごく普通に快適に生活されてらっしゃるっていう方がいらっしゃったりしてね、そういうとこですもんね、本当にいいとこですよね。さてメッセージテーマこちらです。苦手なこと。船橋市のウンデラータさん、女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。私の苦手なこと、それは料理を人数分適量で作ることです。はあ。いろいろなレシピを見てどうにかこうにか毎日家族に食事を出していますが、大変ですよね、はい、どのレシピを見ても足りないんじゃないかと不安になり、つい多めに作ります。豚汁、豚汁など汁物は種類多く具を入れるので少しずつで良いとは分かっているのに、何人家族よ、何食連続よって勢いの量ができてしまいます。さらに苦手なことに、残ったものを保存容器に入れて冷蔵庫に入れた時点で満足してしまい、再び冷蔵庫から食卓へ出てくる確率が低いのが残念です。わかる。干支がもう一周しても私の適量を作る能力が上がりそうにない気がしています。フードロス、時代を逆行している自分が情けないです。苦手なことです。そうなんですよ ね、タッパーに入れた筑前煮とかもう本当いつまでもある。うん、うん、保存容器に入れて冷蔵庫に入れた時点で満足するっていう気持ちはよくわかりますよね。そうです、そうです。うん、なんかね、物を整理して箱に入れてしまったってだけで満足してね、部屋の中から物が減ってないってことはよくありますよね。そうですね。確かに料理人数分ってのは難しいですよね。3人分とかね、4人分って書いてあっても疑心暗鬼になりますよね。多めの4人分か少なめの4人分かとかね、そうなんですね、焼肉1人前とか2人前とかね、うん、特に外食産業でね、2人で食事行って2人前頼んで本当にそれでお腹いっぱいになった試しはないとかね、ちょっとね、当然少なく多分ご商売上設定するでしょうしっていうところありますよね。何人前、何人分、確かにちょっと多めに作っちゃうということですね。綾瀬市の寺べっぴんさん、50歳男性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。建物が解体され更地になり、新たに店が建っているのを見たときに、そこがもともと何だったのかを思い出すのがとても苦手です、はい、しばらくその場に佇んで思案した挙句、結局思い出せずということもしばしばです。土地の片隅にでも元〇〇ラーメン跡地と細い石踏みを建ててほしいものですね、特にお店ね、入れ替わり激しいところですとね、はい、あれ元なんだっけってことになりますもんね、はい、長野市の和也さん、男性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。洋服選びが苦手ですね。確かに休日着替えた後、これ変じゃないと家族によく確認しています、うん、ある時少しはネットを見たり街を歩いている人を観察して勉強した方がいいよと妻に言われ、雑誌をチェックしてみると同系色でまとめる洗練された秋冬コーデというタイトルを発見。早速クローゼットを確認し、渾身の同系色コーデを2セット家族にお披露目することにしました。仲のいい家族ですね。そうですね。まずは緑のコーデュロイのパンツに若草色のトレーナーに着替え、リビングへ。妻の反応は、どうした、どうしたんだ、よもぎ団子が部屋から出てきたよと苦笑い。すごいね、緑のコーディロイと若草色のトレーナー。若草色、うーん、確かに、うーん、上の方がちょっと色が軽いってことかな。そうですね。あー、すごいね、よもぎ団子が部屋から出てきたよってのはすごいね。いい、あー、毒まむし師匠かみたいな感じになっちゃってるね。そうですね。あー、よもぎ団子だなって即着替えを命じられました。よもぎ団子を脱ぎ捨て、次はチノパンとベージュのニットに着替えました。いろいろ服持ってるねこの人 ね、不安を抱えつつリビングへ。今度は娘に、おお、お父さん遠くから見たらそれは全裸だよ、裸で出かけようとしてるんだよと呆れられました。
承知する私に息子から、あ息子が出てきた、息子から同系色ならオーバーオールかつなぎでいいんじゃん、わがままボディにはそれがお似合いだよねとおすすめコーデの提案がありました。年を重ねるほどに混迷を深めるコーデ問題です。皆様寒くなりますがお体ご自愛ください。ありがとうございます。45歳の男性の方ね、娘さんと息子さんがいて、楽しいご家族な感じが伝わってきますね。洋服選び難しいという割にこの方はかなり上級者のアイテムをお持ちですよね、緑色のコーデュロイのパンツをまず持ってるって段階でおしゃれさんですもん ね、 そうですよね。若草色のトレーナーでしょ、ベージュのニットも持ってる、ねそうですね、確かに結構いろんな色持ってるからコーディネーションが難しくなってるのかもしれない ね、 ね、ベーシックなものばっかりだと結構楽だったりするところ、ちょっと難しそうですもんね、若草色のトレーナーは、ね、そう確かにちょっとね、でもやっぱ明るい色着た方がね、いいから、そうです、お店でも買いたくなっちゃう色ですよ ね、 ねパッと見てね、いいなと思いますよね、確かに頑張ってください。コーディネーション難しいもんね。松戸市の朝食はパン食さん、女性の方ありがとうございます。ありがとうございます。小学生になる前まで下りエスカレーターが苦手でした。上りは難なく乗れるのですが、下りだとタイミングが分からず、ただ下へ向かうエスカレーターを見つめているだけでした。祖父に持ち上げてもらって乗っていたという記憶があります。今思い返すと下へ転げ落ちるんじゃないかという恐怖があったのかもしれません。いやー、わかりますわかります。下りね、ちょっとこうなんか前につんのめるような感じと、あとは階段の落差が向こう側急になんか崖が出るみたいな感じで ね、 そうですよね、下りの崖って怖いですもんね。そうですね、確かに確かに崖ね、下から見上げるのは平気だけど、上から見上げると途端に怖いもんね。降りるのが怖いですね。いやエスカレーターね、本当難しいし怖いですからね、気をつけてくださいね、お出かけの方とかね。いや本当ですよ、あれ浜松町か、 JR 浜松町でモノレール乗り換えの時のエスカレーターってあそこ混むんで、ちょっとエスカレーターの速度が上がってるんですよね。途端に結構初めて乗る時は少し、まあ、便利ですけどね、ちょっとあれ、ミスしたらどうしようってすごい恐怖に駆られますよ。あとあの降り口のところでね、あのスピードが上がってるんだけども、あのエスカレーター降りた踊り場のところで立ち止まるまで行きませんけども、普段のスピードと同じスピードだと思ってちょっとねその場から立ち去る、立ち進むのスピードを落としちゃう人がいるとどん詰まっちゃうからね。そうですね、そうで後ろでもしかすると将棋倒しになるかもしれないということでね、結構あのエスカレーターの終点で背中を押されて前進んでくださいみたいな、そういう時がねあったりしたりして、でなんか後ろから押されたり、え何ですかなんて振り返ったり余計にそこで詰まっちゃったりなんかしてね、なんでエスカレーターの事故多いですからね、気をつけてください。降りたら小走りぐらいの気持ちで行かないと、そうですよね、詰まっちゃうんですね。あとはスーツケースね、結構ねお持ちの方多いですけど、エスカレーターのところにこうスーツケースを横に置いてますけど、あれちょっとしたね拍子でねバランス崩して後ろに倒れるともう本当に崖の上から岩が落ちてきたとほぼ同じ状態になりますからね、お気をつけ、結構ね事故多いんですよね、お気をつけください。皆さんからのメッセージお待ちしています。メッセージの受付電話番号は 03-3584-0954 3584-0954 でオペレーターの皆さんがお電話を受けします。ファックスの番号は 03-5562-0954 5562-0954、そして E メールのアドレスは nichiten@tbs.co.jp nichiten で nichiten です。抽選で5名の方に nichiten ノート、3名の方にはカルピスセットをプレゼント、さらにメッセージを紹介したすべての方にイラストレーター水川雅也さんの制作によるオリジナルポストカード秋到来旅気分をお送りしています。今日のテーマは苦手なこと、皆さんからのメッセージお待ちしています。続いては日天お出かけリサーチ、今朝は柳沢玲さんです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。読書の秋ということで今日は一箱古本市仙石ブックメルカードをご紹介します。都営地下鉄三田線の仙石駅と JR 巣鴨駅の間のエリア5カ所で開かれるイベントです。
このあと11時スタートなので、先ほど販売する場所を決める作業がありまして、決め方シンプルにじゃんけんなんですけど、大人が低い声で本気のじゃんけんを繰り広げておりましたで、今おのおのの場所で店主の皆さんが本を並べたり、値札をつけたり、看板をセットしたりと忙しそうに準備されています。実行委員の中村直美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。一箱古本市というのは、はい、本が好きな方が段ボール一箱分ぐらいの古本を持ち寄っていただいて、それぞれ出店するスタイルの古本市です。はい、誰でも本屋さん気分が味わえるので、全国的にあの静かなブームになっているんですが、この仙石では2回目の開催となります。前回はあのコロナの前ですね、開催しまして、あの非常に多くの方にお越しいただきました。で、あの点在する5箇所の会場ごとに売り主さんや本の特色がちょっとあるみたいですね。はい、少しずつあの違うんですけども、今日は6歳の一日店長さんからシニアの方まで幅広いあの56の出店者の皆さんがいらしてくださってます。それぞれ箱、段ボール箱だったりとか、ご自身のキャリーバッグだったりとかに本を並べて販売してくださるんですけど、例えばこの、 あの A 会場ですね、同心社という、子ども向けの出版社さんの前ですと、絵本を売る方ですとか、お子様連れの方が、ファミリーの方、そうですね、はい、そうですね、でファミリーの出店者の方も多いですね。で、その隣の B 会場、何でもありのミックスエリアになっていますね。そんな中、私がおります C 会場、巣鴨大鳥神社は個性派揃いのエリアということなんですよね。出店者のお一人、広畑はすみさんにもお話伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。広畑さん、相当な本好きと伺ってます。あ、はい、実は私秋田県出身なんですけれども、あのなかなかあの本屋さんがこう少ないエリアでちょっと育ちましたので、あの家にある本は電話帳すら読み漁り中学時代はですね、雪道を1時間かけて一番近い書店まで歩いておりました。で、本が好きすぎて保育士から転職いたしまして、今は図書館で働いております。行動力ありますね。広畑さんが今日出す本のお店の名前が、英語で耕すなどの意味のプラウ、 PLOW プラウで、箱の中にはですね、あの絵本から新書から漫画から本当にごちゃ混ぜでいろいろ入ってますけど、今日一押し本は何でしょう。はい、足立満先生 の、 あのショートプログラムという短編集をお持ちしております。で、足立満先生といえばあのタッチ、あとはみゆきとか、あの長編のイメージがすごい強いと思うんですけれども、短編も本当に良くてですね、あの読んだ後の余韻がすごく心地いいので、ぜひお手に取っていただければと思います。そうですね、それで広畑さん本が好きだけあって、すごい本が綺麗で状態がいいですね。ありがとうございますショートプログラムおいくらで売りますか。ですね、こちらはちょっと待ってくださいね。あ、もう値段書いてあるんですか。値札が入っておりまして、あ、準備ですね。450円でご用意しております。はい、狙います。メルカードはスペイン語で市場という意味で、仙石ブックメルカードは今日夕方4時までです。美味しいお店や観光情報を載せたお散歩マップを配っているので、散歩や食べ歩きをしながら楽しめます。中村さん、広畑さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。時刻は10時33分です。さばいて日展、今朝の担当、若林優子アナウンサーです。おはようございます。おはようございます。それでは先週起こったニュースがわかる日展ニュースフラッシュです。まずは10月3日月曜日、プロ野球東京ヤクルトスワローズ村上宗隆選手がシーズン最終戦最終打席で56号ホームランを放ち、王貞治さんの記録を超え三冠王を獲得しました。11日火曜日、北朝鮮が弾道ミサイルを発射、日本の上空を飛び越え、政府は5年ぶりに J アラートを発令しました。今日未明にも2発の弾道ミサイルが発射され、これまでにないペースの発射が続いています。続いて6日木曜日、千葉県の旧江戸川で見つかった子供の遺体は、先月から行方がわからなくなっていた松戸市の小学1年生の女の子と確認されました。おしまいは昨日8日土曜日、プロ野球クライマックスシリーズファーストステージが開幕。
セリーグは3位の阪神タイガース、パリーグは2位のソフトバンクホークスが初戦を勝ちました。それでは今日お伝えするテーマはこちら、意外に切実、フニャストロー問題。先週火曜日、日本マクドナルドの発表にネット上がざわつきました。全国の店舗で紙のストローを導入することになったためです。発表と同時になぜかこんな言葉がトレンドワードに入りました。それがトイレットペーパーの芯。どういうことなんでしょうか。紙のストローというのは時間とともにふやけて紙の味を感じることがありますよね。それについて、あの味ってトイレットペーパーの芯の味だよねという投稿が多くの共感を集めトレンドワードに入りました今やマクドナルドもスターバックスもケンタッキーも紙ストローに移行中です。時代の要請ではありますが、あのフニャストロー、紙の味のストローが我慢できないという人も一定数いるようです。こうした反応を見越してか、日本マクドナルドは紙の味や接着剤の匂いを最小限に抑えるために2年間かけて開発。ぜひうちの紙ストローで飲んでほしいと自信を見せています。実はマクドナルドだけではなく、最近の紙ストローというのはふやけず紙の味がしないものに徐々にモデルチェンジしているそうなんです。例えばデニーズの一部店舗では1時間以上の耐水性が保証された紙ストローを導入して話題となりました。ストロー製造の大手日本ストローでは、国産の紙や独自の脱臭機を使って独特のあの匂いの除去に成功しています。さらに静岡県の製紙メーカーでは、唇への貼り付きを抑えるために表面に特殊加工を施して不快感の軽減に成功するなど、紙ストローというのは確実に進歩しているようなんですね。はい。ただそんな紙ストロー問題、こんなストロー問題ですが、紙だけではなく環境に優しいネクストストローもいろいろと登場しています。まず1つ目、表参道のカフェで見つけたのはチョコでできたストロー。専用のドリンク用に開発されたものなんですが、吸い心地プラスチック製と変わらず、ほのかなチョコ味も楽しめるというものです。ふやける心配はないんですけれども、店員さんからは割れやすいので気をつけてくださいねという一言が添えられます。さらにキャンディーメーカーの甘露が開発中というのが、飴でできたキャンディーストローです。こちらタピオカストローのような太さで強度も問題がない上に、最後はバリバリっと食べられます。こちら来年には発売予定とのことです。こうしたものと違って味が変わらない上に絶対にふにゃふにゃしないという究極のストローは竹で作られたストローです。現在各企業が注目していて、その耐久時間なんと72時間、3日間放置していても問題がないということなんです。紙のふにゃ感、ふにゃストローが苦手という方は試す価値があるかもしれません。ただ一方で、環境の専門家たちからは紙ストローはふやけてこそ意味があるといった意見も出ています。というのも、プラスチックのストローというのは海の生物を傷つけることが問題になっていますが、紙ストローですと万が一海に流れてもふやけて海の生物を傷つける可能性が少ない、これがメリットだという指摘もあります。冒頭でお話ししたマクドナルドでは、今後木製のスプーンとフォークの導入と合わせて年間およそ90トンのプラスチックを削減できるそうです。おととい900トン、年間およそ900トンのプラスチックを削減できるそうなんですね。で、おととい7日から全国で順次切り替えられているということなんですが、このマック渾身の紙ストロー、果たして消費者皆さんの反応はどうなるんでしょうか。はい、ですね、フラッシュニュースで北朝鮮のミサイルが4日火曜日でしたね。失礼しました、はい、3連休中日です。今は晴れてるんですけども、この後夕方くらいから雨が降り出すということです。今日は苦手なことということでお便りいただいています。川口市のおかずバナナさん、55歳男性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。最近スマホの機種変などで
紙の用紙に代わりタブレットにサインすることがすっかり当たり前になってきた感がありますが、はい、私は未だかつて一度たりともうまく書けたことがありません。専用のタッチペンに慣れていないことに加え、進み切った老眼のせいで自分の書いている字がボケボケでよく見えないからです。そしてそれを店員さんに悟られるのも嫌なので、あくまでも普通に見えている漢字を装って勘で書いてしまうため事態は悪化します。結果50を過ぎた大人が書いているとはとても思えない、まるで子供が書いたような幼稚な漢字の文字になってしまいがっかり。仕方なくそのまま出しますが、心の中ではもう一度書き直したい、いくらなんでももう少し上手いんですと泣きの一回を頼みたいくらいの気持ちです。あれはどうしたらうまく書けるのでしょうか。果たして慣れることはできるのでしょうか。知りたいものです。そうね、本当にそうですね。うん、あれはうまく書けないですよ。指でやらされる時もありますでしょう。はい、どちらもこんなんじゃないんですと思いますね。そうですよね。あれで上手に書ける人がいるのかな、ね、また私たち庶民などはいいですよ。書道を生業にしている書道の先生とかね、大東文化大学の書道学科の教授とかさ、そうか、ね、あ、そうですね、この時代に大義士が生きてたりとかね、大義士がね、大義士がね生きてたらあのタブレットどうしてくれるんだって話ですよ。そこまで思いが至らなかった、本当ですね。書生大義士ね。そうですよ、今思い出したから言うけどさ、大義士先生の名前を借りてね、IT に物申すっていうね、すいません大義士ですけどっていうね、あの会社の時代を考えた大義士ですけどなんて言ってね、どうもうまく書けないんですけどなんて言って、でもタブレット用のペン習字みたいなお教室があったらちょっと行ってみたいかもしれませんね。もう 1.5 周しちゃってよくわかんない時代になっちゃったよね。なんかね、でもあれどうなんだろうね、本当に上手に書けるのかな、コツがあれば。いや無理だよね、なんかちょっとセンサーが少し遅れて反応するから、私たちも妙に長くしてしまったりとか、そうです ね、まあ、画素数とかもあるだろうしということですけど、特に日本人はね、字に何かこう魂が宿る的な考えをする人が多いから、はい、やっぱり丁寧に書くとね、丁寧だ、几帳面だ、それからまあいい人だっていうことになるわけだけれども、 なので汚い字見るとね、少し嫌な気持ちになっちゃうということで、自分自身丁寧に書いてるつもりがそれが反映されないので嫌だっていうことになりますよ ね、 そうですね。難しいね。そうですね。でそこまで便利になるのはいいんだけど、そこまでじゃあ人の生活幸せはそこを願ってるかっていうところがあったりするよね。難しい。ああこれも言い過ぎるとね、またね、情弱がみたいな、お前なんか周回遅れで生きてればいいんだなんて声が聞こえてきますけどね。ですかね。なんかちょっとそういうのあるじゃない。そうです。この間 ね、 かね、お蕎麦屋さん入った時に、はい、最近レストランほらタブレットで注文する時が多いじゃない。そうですよね。で、あんまりその店員さん、まあ、コロナのこともあるんだけども、店員さんとのコミュニケーションとかがなるべくないようにないようにっていう、その時代の流れはわかるんだけど、その昔ながらの蕎麦屋に入った時に、はい、店員さんかな、私の、ね、横の、はい、テーブル、サラリーマンが3人お昼ご飯食べに来てて、それで、冷やしたぬきそばと冷やしきつねそばと天丼を頼んでたのかな、はい、サラリーマンのお昼休みだから、いいですね、それで、はい、天丼一つと冷やしきつねたぬき、はい、バカし合いねなんて言って、お姉さんがオーダー取って、で厨房に天丼一丁冷やしでバカし合いとかって言ってね、楽しんでんだよね、やっぱね、おしゃれだよね。でそれ見た時に、なんかタブレットで注文取るとこういうことなくなっちゃうんだなと思って、でもなんか人間として生きてて、なんかこういう瞬間見るのが一番楽しいんじゃないかとか思ったりして、でなんかへえと思った。あの時代からね、あの進む時代に遅れてるっていうのはよくわかるんだけど、こういうのって結構楽しいんだけどななんて気持ちにはなりましたよね。かっこいいですね。かっこいいよね。それ以来私その蕎麦屋行くと、まあ、冷やしでなくてもいいんだけど、あの同時に狐とタヌキを頼むテーブル早く来いって思っちゃうよね。なんかね、そうですよね、あれがまた聞きたい、あれがまた聞きたいっていうね、一体どれぐらいそのケースがあるのかわかんないけど、そうですね、聞きたい、あのお姉さんの、あいバカし合いっていうのを聞いてみたいと、聞いてみたいよね。本当です。レアケース。もう自分があれだよね、同僚とか連れて、あのお前今日必ず冷やして狐食べて俺タヌキ食べるからって、縛りでね、縛りでっつって、バカ試合聞くのが今回のメインテーマだから、だから、他はダメよ、他はダメだよみたいな、絶対来んじゃねえよ、それはそれで問題になっちゃったりする。そうですね、また時代に厳しい、ね、時代そぐわないか。あのお分かりだと思いますけど、あの
時代に吠えてるのは芸風ですからご理解くださいね。あのリアル吠えてませんから、申し訳ございません。今日は少し番組に余裕があるので私はツイッターパトロールをしながら放送しています。明かしていくスタイル、はい。一方的にね、放送を担当している人間が言われ続ける時代ももう終わりにしたいので、必ずあの10時台にはおはようございますという一言から始めましょうということは随分定着してきましたけどもね、おはようございますと一言挨拶があればあとは何を書き込んでもいいということになってますね。挨拶だけはお願いします、引き続きですね。先ほど王羲之という中国の書道の大家というか、もうその書道を作った大元の人の話をしましたけども、王羲之先生ならばタブレットでも必ず上手に書く、それゆえの王羲之なのですっていうね、もうグーの音も出ない意見がありましたね。庶民が天才の域を測るんじゃないっていうことでしょうね。あ、確かに言われてみればその通りです。申し訳何もないところからね、書体を作った人ですから、当然タブレットというねその制約があっても必ずや王羲之先生は上手な字を書くっていうことですね。見てみたかったな。見てみたかったな。本日はツイッターパトロールしながら放送しています。皆さんお気をつけください。安住紳一郎の日曜天国、タデ食う虫も好き好き、タダで食う飯もっと好き。お聞きの放送は TBS ラジオ FM905 AM954。 時刻は11時です。この後は今日のゲスト俳優高橋克実さんを迎えします。お楽しみに。それでは今日のゲストです、高橋克実さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。高橋さん、いい声してますでしょ。そうです ね、 ね、嬉しいです。とんでもございません。なんですかそんな朝一でそんな持ち上げちゃったりして。いやいや、なんですか。あの語弊なく伝えたいんですけど、高橋さん本当に声が良くて、本当に顔見ないで聞いたら一体どういう人なんだろうって思う時が多いですよね。すごく朗らかな明るい方ですが、本当に声が渋くて。それは言われますよね。いやいや、そんな言われないですよ。そこまで。そうですか。ちょっと嬉しいですけども、 ありがとうございます。高橋さんのお顔を思い浮かべますですよね、そうですよね、はい。そうなんですよ、なんかね声でね、よくその今マスクしてるじゃないですか、はい、でタクシーに乗ってしばらくして行き先言うと、あれとか言われるんですよ。声でそれで、あ、声で分かったとか言うのがものすごく多いですね、確かに、ね。でもやっぱりこうね、舞台で鍛えた、俳優さんの声だなって感じがしますよね。そんなことないです。酒の飲みすぎですから、このガラ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 してるのは、はい。そうですか、まあ、減りましたけどね。お酒、はい、お好きですもんね。もうでもね、コロナなんでも外行かないから、うち、はい、でちょっと飲むぐらいだと本当めきめき減りますね、あれ。そうですか、はい。高橋さん本当も芸能界でもかなり上の方の主語ですから。そうですね。そんなにいやいやいや、あとね、お蕎麦が好きで通人なんですよね。赤坂の蕎麦屋をちょっと開けると結構克実さんがいる率が高い。率が高い。率がね、そう、うん、そうね。あらってね。いやいや、この間も行きました。行きました。はい。やっぱどんな、やっぱ蕎麦が一番なんか好きですね。お蕎麦なんかどこ行ってもね、まずなんか、その地方でも行ったら、はい、ちょっと探しますもんね。でちょっと飲んで。飲んで。まあ行きますけど。行きますけど、ね。はい、飲みますけど、やっぱ蕎麦屋さん探しますね、どっか行くと。そうですね、はい、近所にね、いい蕎麦屋があると本当幸せですよね、そうです ね、やっぱり通な方はザル蕎麦を召し上がるんですか。ザル盛りですね。あ、ザルだと海苔が入ってきますね。あ、そうですか、はい、いや、それ僕も昔あのザルも盛りもよくわからないかったですからね、そうか、海苔がない方がね、海苔がある時、子供の時は海苔が欲しいんですけど、そうですよね、割と今度あの酒飲むようになってくるとあれいらないんですよね。ちょっと唇について取っちゃったりとかね。そうなんですよ、あと食べるのちょっとね、あの海苔時間空いちゃうとまた余計くっついちゃうから、何の話と
有楽町の行きつけの立ち食いそばなくなっちゃったですね。そうですよ、なんでそんなこと知ってるんですか。もうね、有楽町のあそこのビッグカメラのほらこっち側のね、あそこの角に高楽そばでした、ね、高楽そば。今なんかおしゃれなドーナツ屋さんになっちゃったんだけど、そうなんですよ、あそこがね、ほんと勝美さんが大好きで、よく行ってるって言って、はい、私いつも有楽町であのあそこ通るときに、勝美さん元気かなっていつもあのそばで、高楽そばでね、思い出してくれてた、あの焼きそばがまた名物で持ち帰りのね焼きそばがあるんですよ、すごいでしょ、立ち食いそば屋さんなのに焼きそばがすごい人気あってて、あれ朝からね、ほんといつ行っても混んでるんですよ、あそこは。そうなんですよ、ね、なくなりましたけど、いや減りましたよ、立ち食いそば屋さん。そうですね、うん、はい、そうなんですよ、ちょっとね、いろいろ経営が大変なのかなっていう気持ちもあって心配してるんですけどね、いや高楽そばの話をね、ほんとしたかったなと思って。いやありがとうございます。で、やっぱり初めて来た時に東京に、食べたのがコロッケそば、そばの上にコロッケが乗ってて、あれびっくりしましたけど、最初あれ東京の名物なの。いや多分そうだと思います ね、 ですね。この間も、あの福岡に仕事で行った時に、そのコロッケそばの話したら、それは何ですかってなってましたから、だからないですよ、他のところにはなかなか。あれ何なんでしょうね、最初食べた人天才ですよね天才ですよソースいらないんですから。中田さんコロッケそば食べたことないでしょ。東京名物なんですか。あと、ね、男の人が好きで、女の人コロッケそばって頼んでると、ちょっとあ食べるって感じになりますかねでも今ね、立ち食いそばでもみんな女の人一人で食べてる、あそうか、昔より全然普通な感じですよね、確かに、ぜひ一回コロッケそばは行ってみてください。意外にね、おそばのおつゆがね、こう順々に染み出て、そうそう、あのコロッケをね、最初に沈めるか沈めないか結構あるなるほどで沈めちゃうと、もうおつゆ全部吸っちゃって、ものすごい重量感になったんです。知らない間に、なんか分かんない、中の中のコーンとか浮いちゃって、いやもうずっとこんな話高橋克実さんのプロフィールです。1961年新潟県三条市のご出身です。上京後俳優を志し、1987年リブレ戦に入団。舞台を中心に活動していましたが、1998年テレビドラマ庶務二の人事部長役が話題となり、数多くのドラマや映画にご出演されます。俳優のみならず、テレビ番組の司会ナレーターなど幅広く活躍されています。そして今月14日、10月14日金曜日、主演映画向田理髪店が全国公開ということです。そして意外すぎる事実なんですが、高橋克実さん映画の主演が初、おめでとうございますありがとうございます。ど意外、いや意外じゃないですよ。あそうですか。いや主演なんてそうそうないですよ。でもなんかあっただろうっていう、いやドラマとか舞台とか何本かはありますけど、だってもともとだってあの 脇でかね、そうそう主役なんか。どうですかお気持ちは。いや最初びっくりしました。びっくり。去年60で還暦だったんですね。おー60ですか。あずみくんあっという間だからね、もう本当に勝手になんか永遠の40代って感じの、そうですね、元気な40代って感じ。本当にそういうよくね、よく仕事してた頃が ね、 そうですね、その頃なんで、いや本当にあっという間ですよ。自分でもね気づかないうちにね、赤いちゃんちゃんこみたいなことになりますよやったんですか還暦のお祝いは。やりましたよ。やなんか赤いの、やっぱ結局赤いね、いろんなもんね、ちゃんちゃんこじゃないけどなんかやりましたけど、でその時だから、誰が、一体誰がオファーしたんだと、私が主役ってどんな映画だと、そしたらその監督が、リブレ戦という劇団で昔一緒に役者でやってたんですよ。後輩ですか。まあ、1年そうですけどね。で森岡監督が、まあ、結局その時そうですね、3、4年ぐらい一緒に劇団にいたんですよ。へで、あの人が言ってるなら、そうね、はいはいって納得したんですよ。いませんよね、だって私みたいな、もうこんなおじさんだって主役にどうやってやるんですか本当に。なかなかね、ただやっぱりそういう、まあ、あれですよね、50代60代の男性が主役のストーリーってのも少ないですから、当然そうなんですよね。
ただこの間福岡 の、うん、あの劇場、まあ、先行ロードショーというか、はい、あの九州地区だけ、うん、1週間早かったんですよ、やっぱり地元だから、はい、でその舞台挨拶行った時に真ん中の席がガーンと開いてたんですけど、喋ってる間にわーって、若い女の子と男の子が、あのポップコーンとか、いろんなの持ってきて、入ってたんですよ走って、今日は白洲仁君はいないけどと思いながら、もうみんなわさわさって十何人、嬉しいですね、嬉しかったですよ、でもね、そんな若い人たちがポップコーンをもう持って書き込むような映画じゃないわけですよどうしたんだろうと思ったら、いやなんかあのいろいろね、はい、プロデューサーが苦労して、はい、あの親戚友人に声かけたっていうね、あそうですか、親戚だったね、その人たちがあのギリギリできたっていう、それだけの話だったみたいですけどね高井さんのこと好きだと思うけどな、若い人たちなのね、そんなね若いアベックがポップコーンとか持って見るような映画じゃないわけですよ映画が、主演俳優の舞台挨拶付きなのに遅れてチュロス持って入ってくるってのもちょっと失礼ですよね全然大丈夫ですよ、もう人が入ってきてくれるって、入ってきてくれれば、あれちょっとね本当久しぶりに嬉しい気持ちになりました、そうですか、はい、いやでもまたほら主演だからやっぱりね力入ると思いますけれども、向田理髪店ということで大牟田舞台にした映画なんですね。そうなんですよ、大牟田って初めて行ったんですけど、福岡県で博多から高速でですよ、1時間半近くかかるんですよ。あ、結構かかるんですね。もうね、ちょっと突き出てる場所で、はい、で佐賀と熊本に挟まれてるような、もう本当県境みたいなところなんですよ。で石炭の町ですよね。そうです、だからあの三池炭鉱です、有名な、はい、でまあ本当に今は昔はほらもうすごい栄えてたところが、ちょっとシーンとなってるところがちょっと寂しい感じで、はい、景色が良くて、はい、もう夕日がもうこれの撮影の時も何回もあったんですけど、本当綺麗なんですよ。ただもう夕日見てるだけでなんかこうジーンみたいな、うん、いいですね、いい場所でした、いいところ本当に。であとはもう協力的な街の皆さんで、はい、すごかったです。もう大牟田オールロケで、もうオール2週間、2週間でもうそこでずっとでしたね。でもう向こうの人たちがね本当に延べですけど、はい、700人ぐらいエキストラで参加してくださって、参加していただいて、あとはもう向こうの、 あの商工会議所の青年部の人たちが、はい、本当にもうこっちが心配になるぐらい、あのすいません、もう大丈夫ですよ、本業の方に戻ってくださいっていうぐらい現場に朝から晩までねいらっしゃって、いやもう本当に大牟田の方たちなくしては完成はなかったですね。じゃあちょっとその大牟田の町の記録的なことにもそのフィルムが役に立ちそうですね、はい、と思いますけどね、うん、いやちょっとやっぱり昔の映画とか見るとあの東京の昔の町並みとかが記録されてて、なんか懐かしい気持ちになりますもんね、はい、だからちょっとね、うん、商店街なんかもちょっと閑散としてるんですけど、はい、そこがまたなんか味になってて、はい、まああのなんかそこに行ったことがなくても自分の田舎を思い出すっていうか、うん、はい、その炭鉱町にある理髪店の親子の葛藤を軸に、はい、過疎化、少子高齢化、介護、結婚難など地方の抱える問題に直面しながらも懸命に生きる人々の姿を描くという映画になってますが、はい、でそれ一応今、ね、こうしっかり安住君が読んでくれたんですけど、はい、そこまでねなんかこう固い映画じゃないんですよ。えものすごいふざけてて本当ふざけてる感じなんですよ中に、はい、でもともと奥田先生のその向田理髪店って短いんですよ、はい、短編で原作短いんですか、はい、でそこに他の奥田先生の、映画隊が街にやってくる話とか、あとその憧れのマドンナの娘が出戻ってくるとか、うん、そういうのがキュッて凝縮されてて、でなんつうんですかね、森岡監督がまあ本書いてるんですけど、はい、森岡君ってのはもともと何ですかね、うん、関西なのにダジャレが好きな人で、あらゆるところにどうでもいいダジャレが入ってるんですよ、はい、なんかちょっとそれつけないと落ち着かないみたいな、あ多分そういうたちなんだと思うんですけど、それが今回はいいようにまたね作用してるんですよ、これがはい、だからずっと笑ってるうちに、はい、なんか
寺院みたいな。なるほど、はい、そんな感じになってると思います、はい、10月14日から関東では公開ということですが、はい、上映される映画館の数が限られてますんで、もうここで思い切ってね全部紹介してみたいと思いますが、東京都では新宿ピカデリー、ユナイテッドシネマ豊洲、イオンシネマ日の出、埼玉の皆さんはムービックス埼玉、千葉ですとイオンシネマ市川妙殿、イオンシネマ幕張新都心、神奈川の皆さんはムービル、イオンシネマ港北ニュータウン、そして小田原コロナシネマワールドで上映が10月14日からスタートということです。ありがとうございます、ねね、きっとねどんどん上映関数が増えていくことですよ、はい、きっと。本当ですか、いやそうなるといいですけどね、うん、もうでも本当ね、親子が、はい、あ友達が、はい、夫婦が、はい、もうそれぞれのねあの関係性をね多分ねもう一回ね、うん、見直したくなるような映画です、はいはい、で今回だから奥さん役が富田靖子さんだったんですよ、はい、で私がもう本当にあの若い頃の、はい、愛子16歳のもうね スターさんですから、はい、でも福岡出身なんですよ。あ、だからもうちょっと方言で悩んだ時はもうすぐ聞いて、これでよかですかねってよかよかとか言われながら、はい、それはちょっと仕事では楽しかったですね。楽しかったですよ。途中であの部屋のセットの中にトランプがあって、で空いてる時間があったんですね、でその時に大富豪、はい、あれを安子ちゃんが知らなかったんで、もう私がもう一から教えてあげました何ですか大富豪撮影の合間に合間に、はい、その話映画のプロモーションにいります？まあでもいいじゃないですか。いいですね高橋さんもう本当に、うん、女の人とのこういう時間大好きだからこの人は本当に多分10年後この映画で覚えてること多分富田さんと大富豪したことになってると思ったでも、ね、本当に感謝されてるんですよ。もうその後ほら映画の、はい、まあ、撮影の後もう約1年ぐらい経ってるじゃないですか、はい、でこの間久しぶりに会ってキャンペーン行ったでしょ、はい、でその時も開口一番ですよ、もう大富豪楽しいと本当にそんなに盛り上がったんですよもうあれからもうカードの2とかがすごい好きになったら、もう富田さんですか、2がですかそれは富田さんにも問題あると思うな、ちょっとよくわかんないさて高橋克実さんには今日このテーマでお話しいただきます。克実のトリビア、まずは一気に紹介します。克実のトリビア、その1、300万円振り込み事件、その2、関東ローム層で筋トレ、その3、ベリーショート、以上の3つです。300万円振り込み事件ってこれは何ですか？これね、これもずいぶん昔ので、はい、今回のその森岡監督が、あの久しぶりに会って、ねえねえねえ、あんた昔さ口座に300円振り込まれたことあったよねって言って、急に言い出して、はい、あったあったって思い出したんですよ。劇団時代の話。そうですそうです、バイトしてる頃です、本当に25、6の頃ですよ、はい、で自分の口座に昼ご飯食べるのにお金下ろしに行ったんですよ、で大体3000円あればいいぐらいかなと思ってて、でこうやってね3000円下ろしたんですよ、はい、3000円下ろしました、あ出てきた、いや昼ご飯食べれるわと思ったら、残高が300何とかなってて、はい、おかしいだろこれ、ってで周りのバイトの人にこうやって店で回ったら、はい、ちょっと出してみろ出してみろ、出るかもしれないからって、ピピピって押したら出てきたんですよ、10万円、で俺と思って、でまた押して、そしたら次また出てきて、でみんながもう、そのバイトしてる人たちが、お前これうちでの小筋だよ、どんどん出せ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 とかって全くあると思ってないから、多分なんかジムのミスターと思って、そうそう、もうチャンスチャンス、どうしたこれ、でもう急いで出せみたいになっちゃって間違いに気づかれる前に出しちゃいで40万ぐらい出して、でおもろがもう怖くなっちゃって、もういいじゃないですか今日はこれでって言ってほんでその後、もう仕事に戻って、出先だったんですよね、ほんで会社に戻ってその話したら、もう会社の人たちがみんなもう大喜びしちゃって、おしじゃあ今日はもう行こうぜもう飲み行こうとかっつってほんで全員連れて行ったんですよ、それでもうあの頃会社が不動産だったから五反田かなんかで大騒ぎして、ほんで土日挟んで月曜日に、
銀行の人が来て、うん、でね、あ、そうだ、その後土曜日に下ろそうと思ったら、はい、動かなくなったんですよ口座が。あ、もう入れるも出すも全然動かなくなっちゃって、まあでも月曜になったら動くのかなと思ってて牧歌的です。そしたら月曜日に銀行の人が会社に来てでなんかお菓子持ってきて、で実はうちのミスでこうなってしまいましたってな。本当に間違って振り込んで、はいはい、で、ああそうですか、いやいや間違いね、誰でもありますから気にしないでくださいみたいなことをね、まさか返せって言われると思ってないから、だからすいません、あのこれはミスはミスなんですけど、全額はあの戻していただけますかって言って、って言って、そういうもんなんですね、そうなりますかって言ったら、いや法的にもどうでこうでって言われて、ああ分かりましたって、で会社のみんな一緒に使った人たちも、もう法律でそうなってんじゃしょうがないな、返せお前って言われて、俺一人で返したんですよ。その一緒に使ってた会社の人たちなんか、な、法律でそうなってる返せ。五反田の飲み食いしたのはちょっと飲み食いしちゃった、そうした形になっちゃった。そんなこれね、本当に思い出しましたよ。ああそうですか、ええ、だこの間山口県の阿武町であった、そうあったでしょ、あれで多分監督がなんか思い出したんだと思いますわ、はい、そんなことがあるんですね、びっくりでしょこれ、はい、だから時代の先だ、でもだから自分たちが作ってた劇団の名前と、なんか大きい会社のあれが同じような名前だったらしいですよね、本当に間違って振り込まれたということですね。だから、身に覚えのないお金で自分の口座に入ったとしても喜んで使わないということですね。そうですよね、まあ、本当に正論言われるとグーの音じゃないですけど、だって3000円入ってるかなと思ってる人間の口座に300もあったらおかしいじゃないですか。で、うちでの小槌みたいに出る出るなんて、ね、だそうだそうだ、みんなで出してみよう、面白いですよね。面白いですね。勝美さんはだって新潟の三条のご出身で、はいはい、ご実家金物屋さんで、そうですそうです、お坊ちゃんですもんね。そうですね。え、違いましたっけ、お坊ちゃんじゃなかったでしたっけ。お坊ちゃんではないですよ。お坊ちゃんではないですけどね、まあ、一応あのお店やってて、はい、でそこを継ぐ予定だったんですけど、なんとかしてさ東京に行きたかったんですよ。それは虎視眈々と狙ってたんですね、はい、別に俳優になるとかじゃなくて、そうですか、ただ東京行きたかったんですよ。へえ、東京行ったら何かあるだろうと、だからもう本当に東京に行くためのその口実を考えて、はい、で急にだからもうそうですね、高校3年のもう年末ですよ、はい、年明け2月に受験だっていう11月ぐらいに、はい、まあ、12月か、東京の大学を受験したいんですけどって言って、あ、急に勉強してたわけじゃん、学校もはあなた受験組みたいになっちゃって、で急に受験することになって、でも受験したってどうせ受かんないの分かってるんで、最初から、予備校を決めてて、はで寮のついてる予備校、友達の、はい、親戚がそこの講師をやってたん でそこをもうあらかじめ段取っといて、はい、で受けました、落ちました、やっぱり東京の大学はね、東京の予備校に行かないとダメみたいだから、予備校にしてく行かせてくださいみたいなことをもう全て段取っといて、じゃあお父さんお母さんにはそういう、はい、まあ、でも多分分かってたんでしょうね、今考えると ね、まあね、まあ、1年ぐらい行ってもいいんだろうと思ってたら、はい、もうずっとこういうふうに行きっぱなしになると思わなかったんじゃないですかね。いや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 ね、だから東京来た時嬉しかったでしょう。そうですね、忘れられないですよ昭和54年、あと高橋克実さんを思い出す東京の風景というと、レインボーブリッジを車で走ってると克実さんはいくつになっても興奮すると、俺は東京で生きてるっていう感じがしていいっていう話をしてて、私も未だにレインボーブリッジを撮るときには克実さんを思い出す。有楽町のソファ屋とレインボーブリッジ、あ、これは、地方出身者の先輩としてはもう高橋克実さんに蹴れっていう感じ。いやだって嬉しいじゃないですか、あの嬉しい、要するに最初に東京に来たのが僕小学4年生だと思うんですけど、4年生の時おじさん、中野にいたおじさんの車で首都高を走ったんですね。でその時にやっぱり夜なのに明るいじゃないですか、で新潟なんて7時に外出たらもう怒られるぐらいの頃ですから、俺らの頃本当に、だからもうその夜、その夜景っていうんですか、だからそれと同じですよ、レインボーもそうですね、
向こうからね、うん、お台場からわーって来る時にもう、すごいじゃないですか、あの電力の消費、うん、ね、カレンダーみたいなね、もう キラキラしてるわけですよ、ね、あんなこう、右手の東京タワーがまたね、はい、いいんですよ、うん、あれが、そうですよね、はい、本当になんか作られた景色みたいにね、そうですよ ね、うん、ね、そうそうそう、なんかね、本当に勝美のトリビア2つ目は2つ目、はい、関東ローム層で筋トレ、これは何でしょうかこれね、なかなかそうですね、タイトルがいいですねあのですね、関東ローム層はですね、これさっき言いました、はい、あのバイト、はい、バイトをまずあの庶務人の頃もやってましたし、その頃もやってたんですね、でこれもうずっと一番長く続いたのがこの看板の取り付けなんですけど、はい、で看板って言っても、まあ、相当大きい看板なんですよ、不動産関係の、例えばあのなんとかマンション、はい、5月何日分譲スタートとか、なるほど、あるじゃないですか、あの団地の入り口にこう出せるんだ、でっかいやつ、ね、国道の脇、246の脇とかにある、ありますよね、はい、信号左折とか、うんうん、第5部分譲開 開始とかいうの、ああいうのって大きさでいうと本当にね、鉄骨のなんか柱で3本立てぐらいみたいにしないと、風で飛んでくるやつなんですよ、結構しっかり、そうなんです、穴っぽりって言って、このボールペンを2つ2本重ねたような、ガスーンと上から刺して開けていってっていうのがあるんですね、機械の正式名称は穴っぽりでいいって言うんですけどおかしいですよ、うちの会社は多分穴っぽりって書いてあって、そこにみんな収めてましたけどね通称ですよ、どう考えても穴っぽり でも穴っぽりって書いてある、あ、そうですか、はい、それで穴をどんどん掘っていく、1メートル20ぐらい、結構な、結構深い、はい、でそこに鉄骨を入れて、だからあの結構頑丈にするときは上にコンクリート流したりするんですよ、うん、だから肉体労働なんですけど、で結構そのスコップっていうか、うん、穴っぽりがバーンって跳ねるときがあるんですよ、あ、土が硬くて、でそうすると先輩とかが、関東ローム層だよって言われて、で俺、習いました習いました、社会で関東ローム層って言って、で、ね、なんかすっと硬いと、お、出たな関東ローム層みたいなそので俺らも要するに関東ローム層ってただこの人たち言いたいだけだなっていうのがだいぶ後で分かってきて、でも結局新しい子が入ってくると、今度俺らがバーンって跳ねられるとスコープがね、こう出たな関東ローム層が何ですかって言ったら、関東ローム層ってのは硬いんだよって習ってねえのかとかっていう、で関東ローム層って硬いっていうふうに社会科では別に習ってないわけですよ、習ってないですよ、習ってないです、関東ローム層って単語は習ってるけど、だからああいう現場ではなんかそういうのがあるんですよ、なんかおお関東ローム層と言いながらね先輩が後輩の前で言いたいだけで、そうです、ほんで結局今ほらジム行ったりなんだってやるじゃないですか、はい、その頃もみんなね、俳優さんたちはあれなんだけど、俺は別に売れるも売れないもない頃だから、自称俳優みたいな頃だとやっぱり僕穴掘ってるだけで、もう普通に筋トレなんですよ、そうですね、いや勝美さんもそう、筋肉すごいのよ、いやだから全部形成されたのはこの関東ローム層で、そうだったんですね、それで関東ローム層で筋トレ、そうです、これなかなかいいですね、この関東ローム層で筋トレってね、ぜひお芝居にしてください今日はゲストに俳優の高橋克実さんをお迎えしています。克実のトリビアおしまいはベリーショート、これは髪型の話ですよねそうですね、はい、やっぱりまあ、私というとやっぱりこのね、ベリーショート、はい、やっぱりこの今までやっぱりその髪型右側からですね、はい、こう肩がワンレングスみたいにして伸ばしてたんですよ、でそれをこうボリュームをつけて、テンパダン、これじゃ分かんないと思いますけど、もともと天然パーマなんですよ、それでボリュームをつけてスプレーで固めてたんですね、でそれがやっぱりもういろんな障害があると、相手役の方にも、あとドラマのシチュエーションの中でもできない障害が出てくるわけですよ、そうですか、例えば髪の毛をつかむとか相手が、で髪の毛掴んだら最後もうそこでコントになっちゃうじゃないですか、なんかペローンと広げちゃっておいお前いい加減しろペローンみたいになっちゃうと、もうなんかシリアスなシーンが全くダメになっちゃうでしょ、でそういうのがあったんですよ、でそれの顕著なやつが、自分の恋人が
スキューバーダイビングのインストラクターだったんです、はい、僕もね、まあ、大体マネージャーがスキューバーダイビングのインストラ役って言われた時に断ればいいのに、うん、それを取ってくるマネージャーもすごいんですけどそれで僕がその恋人を助ける、はい、潜ってって、はい、でその潜る練習も別日で3回ぐらい10メーターのプールでやったんですよ。やって、はい、でも髪の毛をどうやっても入った瞬間にめくれるから、はい、固めに固めて、はい、で挙句あのお正月女子があのお団子でかぶせるネットあるじゃないですか、はいはいはい、黒いネット、はい、あれを全部うっすらやって、でその上にまたスプレーかけたんですよ、はあ、で本番っつって潜ってったんですよ、で潜ってって助けて上に上げたんですよ、で見事に成功したんですよ、で監督が「はい OK!」って「チェック!」っつってチェック見てたら髪の毛が潜っていっても水中の中でも出てくるんでも全然動かないんですよ、微動だにしない、全く微動だにしないから監督が不自然すぎるだろっつっていやいや不自然すぎるだろって、こんな人間の髪の毛はこんなことないだろって言って、で結局その指導のスキューバの指導の人がごく稀にですけどスイミングキャップをかぶることもありますって言ってスイミングキャップって言ったんだけど、スイミングキャップかぶってその後恋人結局そこで死ぬんですよ、で俺スイミングキャップかぶったままその子の名前呼んで泣くんですよ、もうすごかったですよそれも。もうみんななんかわかんない助監督とか笑いながら笑いをこらえながら俺が泣く洞窟のシーンみたいな、だからこれはもうしょうがないからもう切った方がいいなっていう、いろんなことが積み重なってこれは頑張りましたね、頑張りました不自然すぎるだろって言われて、そりゃそうなんですよ、水中でだって髪の毛一糸も乱れないですから、はい、いろいろね良かれと思って工夫したら違うって言われるし、そうなんですよ、そんないっぱいありましたよあの髪型の時はね、助監督笑ってる中で洞窟のシーンを芝居しなきゃいけないし、だとほら普通にやっててロケで、はい、急にカメラに映んない霧雨みたいなの降ってくるじゃないですか、はいはい、でも、雨に弱いから湿気にふにゃんってなるんですよ、でそれを黙って常に俺レインガード持ってて、どっかで雨降ってきた時に隠れてやって、あ頭にかけて、スプレーしてで戻ってきてやってたら、弾いちゃってどんどんほんで相手役の人が水の上の油みたいになってるけどって雨がハスの葉っぱの上のハスの葉っぱみたいになっちゃってほんで相手の女優さんがもうセリフ言えなくなっちゃってほんで俺大丈夫です、続けてくださいって言って続けられないって言われてねえ本当ですよひどいこっちのねいやいやだけど、それだけやっぱり迷惑かけてるっていうことで事務所の社長に連れてかれて、なんで連れてかれるのかなと思ったんですけど、あんた自分が行ってるとこに行くと霧が多分甘くなるから、甘いったってこっちこの辺で切らないでしょ半分とか、そう好きでこのヘアスタイル好きでやってるからね、だから切れって言われて、で切ろって連れてかれて、それが社長が行ってる美容院で、表参道、外から丸見えんとこなんですよ、でそんなところでもう本当こんなテリトリー坊主みたいにさせられて、もう本当恥ずかしかったですよそうですか、どうです頑張ってらっしゃるでしょう、そうですね、いやー素敵もう出てこないですよね単語がね呆れちゃってね、もう本当に申し訳ないと思います本当に感動しました。改めまして高橋さんの映画のお話紹介したいと思います、はい、高橋さん初の主演映画向田理髪店です。今月14日金曜日から全国公開されます。元炭鉱町にある理髪店の親子の葛藤を軸に、過疎化、少子高齢化、介護など地方が抱える問題に直面しながら懸命に生きる姿を通じて家族の絆や人のつながりの大切さを思い出させてくれる心温まる物語、本当に楽しみです。出演は高橋克実さん、富田靖子さん、白洲仁さん、板尾いつさん、近藤義正さんほか、公開の映画館などは先ほどご紹介したものからまた増えそうですね。
富田靖子さんとトランプをする映画ということですよね。違います。違う、トランプ、それはあの撮影の、あの休憩時間なんで、フィルムには一切入ってない。入ってないですか。入ってないです。意外にね、こういう話が記憶残っちゃって、映画館行って富田靖子さんとのトランプのシーンないなないなってね。じゃあ、あのぜひ探していただきたいと思います。今日はゲストに高橋克実さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。安住紳一郎の日曜天国、ハートのエースが出てこない、パート3のエースが今日出てこない、お聞きの放送は日曜も仕事という方に、 TBS ラジオ FM905 AM954。 今日はこの後夕方から雨という予報になっています。遅くても夜からは雨が確実に降るだろうという予想ですが、皆さんの街の天気いかがでしょうか。赤坂はまだ曇り空ですね。気温が20度、湿度が 60% です。今日は苦手なことということで皆さんからメッセージをいただいています。新潟市のミルゲイツさん、男性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。棚替えが苦手です。小売業の端くれの私は季節によって定期的にやってくる定番棚の棚替えが苦手です。お店の陳列を変える作業なのかな、あ、そうですね、棚替え。商品を一つ動かすと他の配置が必ず合わなくなり、当たり前ですが、そしてパズルのようにはまらない商品群の数々、ストレスです。この時ばかりは、ああ私はこの業界に向いていないと感じます。ねえ、部屋の模様替えでも大変なのに。そうですね。上手にね、得意なのかと思ってたけど、うん、そりゃそうですよね、難しいですよね。上手にね、陳列されてますよね。本当、芸術的な陳列の時ありますよね。本当です。むしろもう陳列の仕方で人間ってのは購買意欲を刺激されるんだなとか思う時ありますもんね。前橋市の花子の奥さん、52歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。私は裁縫が苦手です。子供の頃から苦手で、家庭科の授業ではひたすら時間が過ぎるのを待ち、家に持って帰っては母やおばに代わりにしてもらっていました。そんな私が結婚、子供が生まれ、裁縫の機会は増えていきます。そうだよね。一番の思い出は次男が小学校4年生の夏休みの宿題でした。自分で雑巾を縫ってくるというものがあり、夏休みの最終日の午後9時、焦ってきた次男は、しょうがない、ママがあなたが作ったように下手に作ってみるよと引き受けました。1時間半もかかり、丁寧に縫い、私なりにまあまあの仕上がりだと思ったのですが、朝次男に見せると、すごいよママ、これならバレない、下手に作るのうまいねと大絶賛なのです。大絶賛。息子2人はもう社会人と大学生ですが、母親に頼ることなく裁縫では困ることがないようです。ねえ、頑張りましたね、はい、それはね、苦手なことはありますよ ね。杉並区のラン2世さん、ありがとうございます。ありがとうございます。私は納豆の味は好きなのですが、納豆を吸い込んで食べる音が苦手です、そのため私は納豆を箸でつまんで口に運ぶのですが、妻は納豆パックを口元に直接持っていき、ボボボボボボと音を立てながら豪快に吸い込みます。一度妻に音を立てずに納豆を食べてくれないかと聞いたのですが、美味しくないから嫌だと一蹴されました。今日も妻は豪快に納豆を食べています。わかりますね、納豆は。そうですね、確かに、結構ね、あの風味の食べ物だから、やっぱり吸い込んで鼻からこうなんかお蕎麦みたいな感じね、ちょっと風味を鼻でも感じたいから吸いたいって気持ちはね、分かりますね。ボボボボボボって、確かにそういう感じになりますよね、ちょっとね、掃除機みたいな感じになりますよね、確かに。でもあれ、納豆を食べる文化じゃない人にはいきなりは見せられないかもしれないね、ちょっとね、あれがね、美味しいんですけどね。TBS ラジオ安住紳一郎の日曜天国、約2時間のお付き合いありがとうございました。それでは2016年平成28年発売、チャランポランタン、すすめたまに逃げてもに乗せて今日の当選者の発表です。日天オリジナルノートの当選者は、
埼玉県熊谷市の海の日万歳さん、東京都目黒区ブルックリンさん、神奈川県座間市ささみさん、福島県の童顔パンダさん、そして愛ちゃん。カルピスセットの当選者は茨城県牛久市の紅はるかさん、大阪府もこもこさん、そして京都府のあーちゃんです。おめでとうございます。今日番組でタブレットのサインがなかなか上手に書けないという話がありましたけれども、練習すると上手に書けますというですね、世田谷区のアーラびっくりさん、女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。私は得意です。タッチパネルが導入された直後は、上手ですね、これ皆さんうまく書けなくて困ってらっしゃいますよとお店の方も宅配便の方からも書くたびに言われていました。自分ではなんでだろうと思っていたのですが、先ほどの大義士の話を聞いて、そうか、書道の要領で書いているからだと気がつきました。私は祖母が書道の先生だったことから、鉛筆とほぼ同時に筆を持たされ、祖母の家に行くたびに必ず何かしら練習させられていました。でも孫の中で最も才能がなかった私は、祖母からあなたはもういいわねと早々に諦められてしまったという苦い思い出の書道のスキル、しかし何十年も経てタッチパネル式サインで大いに発揮されたようです。コツは書き終わりにふんと軽く押さえるようにペンを止めると、ほんのわずかに遅れて表示される自分の字が追いつき、次の部首を書きやすくなります。ぜひお試しくださいという方ですね。いいことを伺いました。なんか反応がやっぱり遅いから、自分で脳の中でバグっちゃってっていうことらしいんですけどね。ただなかなかね、あそこでね、書道の大家のようにゆっくり書くっていうのもなんかちょっとね、またそれはそれで違うだろうっていうことなのかもしれないけど待ってますからね、店員さんとか宅配便の方。そうですよ ね、 そうですよね、なかなかね。そっか、じゃあそういうつもりでやってみようかななあっていうことですね。まあ、ちょっとね、いろいろね、難しいですよね、時代にこうアタッチメントしていかなくちゃいけない感じがねアタッチメントなんていうんですか、こうなんだろう、上手にこう、そうですね、ついていく感じがね、はい、あれコミットメント、わからない、アタッチメント、アタッチメントはなんかあれだよね着脱完了ななんか取り付け器具みたいな感じだけど、逆にそっちが面白いかなって感じだったんだけど、あ、違った、そうかそうか、失礼します、アジャスト、アジャストか、なんだよくわかんなくなっちゃった、そっか、そうね、アタッチメントってなんかあれだよね取り付けるときのあれだよね先端なんか、先端みたいな ね、 そうですね、はい、すみません。さて今日の天気予報ですけれども、この後夕方から雨、遅くても夜には雨が降るということです。日曜天国、番組プロデューサー後藤すぐる、番組ディレクター新秋夫、田中健志郎、テクニカルディレクター大沢晴美、アシスタントディレクター亀山真帆、構成佐藤健、布広太一、大中マリア、新谷雄介、椎名春人、スタジオ担当は安住慎一郎と中澤由美子でした。それではいい日曜日にしてください。ごきげんよう、さよなら。さよなら。毎週日曜朝10時から生放送、安住慎一郎の日曜天国。10月16日のゲストは女優石田ゆり子さんです。メッセージテーマは私の好きな食べ物、皆さんからのお便りお待ちしています。